スクリームウェブサイトをご覧の皆さん、どうも、スカウです。ボーカルギターの菊池です。ドラムのトミーです。ベースのザハです。我々スカーフは2016年1月20日に、ファーストミニアルバム優しい音楽を全国リリースしました。タイトルにもあるように、聞いてくれたみんなに、優しく寄り添うような、なんかそばにあるだけで、温かい気持ちになるようなアルバムになったらいいなっていう思いを込めて作ったアルバムです。繰り返し毎日の中でなんかちょっとポジティブになれないなとか、ちょっと疲れてしまったなみたいな人に聞いてもらえたらなと思っております。そしてこのファーストミニアルバムを持ってですね、2月23日吉祥寺プラネット K のライブを皮切りに全国ツアーが決まっております。初めて行く土地もあるんですけども、トミーさんとか気になる土地ありますか？もう個人的にも北海道が初めてなので、それは僕も楽しみですね。楽しみです。初めてですもんね。国さん何かありますか？そうですね、今回は、前回も回ったんですが、大阪と名古屋と、仙台も決まっておりますので、以前のお客さんにもまた3回目ぐらいだね。そうですね、会いますので、ぜひまた皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。ということで、そのツアーファイナルとしてですね、6月の26日に、東京に帰ってきまして、吉祥寺プラネット K にてワンマンライブ決まっております。スカーフとしては2回目のワンマンライブになるんですけれども、今のスカーフの集大成的な、ライブになると思っております。ぜひ、全国各地から遊びに来てもらいたいと思っております。ファーストミニアルバム優しい音楽ともどもよろしくお願いいたします。それではスカーフでした。